プリセット型トルクレンチの使い方。主メモリと副メモリを使ってトルク値を設定します。ロックスクリューを緩めます。副メモリを回してトルク値を合わせます。今回は40ニュートンに設定しました。細かい数値の設定方法は説明書をご参照ください。目標トルク値をセットできたらロックスクリューを締めます。矢印の向きに力を入れます。手裏剣状に力が加わるように握ってください。カチッという音と手に軽いショックがしたら締め付け完了です。カチッと鳴っても力を入れ続けたり何度も締め付けを繰り返すとオーバートルクになり、正しいトルク値が測定できませんので気をつけてください。モンキー型トルクヘッドにはワーゴブにピンがついております。これは様々なサイズのボルトナットの中心位置を極力一定にしてトルク精度を確保するためにあります。ですので締め付けを行うときにはピンをクワイプとナットで挟ます。ナットにピンが当たるように差し込む形で挟むようにしてください。矢印の向きが反対になっていませんか？本体の矢印方向に合わせてヘッドを取り付けて使用してください。矢印と逆方向で使用することはトルク値を測定できないだけでなく故障の原因となりますのでおやめください。